前回のカズクラ、サンド成仏でさよならグッバイカズクラ2022パート2にして1回の成仏がされてしまったんだけど、このままいくとパート6で終わるかと思われた。ただカズクラそうはいかない。しっしっかりと生き延びている。ネザーに入っても床にいろんなところを走り回り、さらにはピグリン要塞の宝箱の中身までゲットしている。さてそろそろあれだな、固めますかボディ。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。瓦礫、一瓦礫ということで、装備が整っちゃうんじゃないの。あと3つでコンプリート。これ古代の瓦礫と読みます。残骸って書くんだけど瓦礫と読みます。さあというわけで今日はもう掘りタイムということで、間違いなく手に入る予感というわけで行ってみましょう。おいっす、おいっす。おいや、ちょ、もうふざけんなし、ふざけんなし。いていし。もうまだそこに置いとくわ、お前は。さあ、というわけで、穴掘り場ですかね、穴掘り場。いやー、でも、ほんといい感じに行ってよかったよ。サーモンさん、一つのワールド一年続けて欲しか。いや、終わってねえし。大丈夫だし。はい、今回、カズクラ、生き延びると思ったら高評価、よろしくお願いしまーす。あ、低評価押さなくていいぞ。やられると思ったら低評価押さなくていいから、よろしくお願いしまーす。おやい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 や、危ない、ほんとに危ないんだから。さあというわけで、ここが我が拠点になるんですが、ここら辺からどっか下に掘れる場所を作っていこうか。なんかそこら辺からでいいよな。ちょっと待ってな。んなら、ちょっと整理整頓させていただいて、整理整頓、よし。はい、石のつるはし、よし。さあというわけで、早速掘っていきましょうか。もうちょっと下、もうちょっと下から掘っていこうか。うわ、すげえマグマ。よし、というわけで、レッツホリホリタイム。今日は瓦礫を手に入れて、絶対やられない間になるんだと。はい、ホリ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 。 Oh no、 マグマに囲まれてるかもわからん。頼む、こっち行こう。うわ、ラッキーガレキ来ちゃった。うーわ、こんな浅いところで見つけてた。幸先よし。ただすげえマグマの音しかしねえ。これ大丈夫かな。あーですよね。うーわ、もうマグマだこれ。ダメだここ、マグマどころじゃないの。なんだよこの大陸、ちょっと違うとこから掘ろうこれ。まあでもラッキー1瓦礫ということで、とりあえずこっちでいっか。ラッキー瓦礫研究所、いける、お前ならいける。こっから斜めに掘っていこう。よし、レッツ瓦礫。さあ勝村選手、今回幸先がいい1個をゲットしている。さあこのままうまいことゲットできるのか勝村選手。さあ掘り。うわ、地獄やん、ここも。ちょっとやだ、掘らせてもらえない。マグマに囲まれとる。ここ行けそうだね。いや、めっちゃ離れたよ。ここは行けそうだ。こっちからあっちに行けば、いや、こっちからあっちに行けば行けそうだ。行ってみよう。おや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 、初ブラックストーン、おめでたい。おや、岩盤だもん。あ、こんな浅いんだ、6。高さ15。ここで掘り進んでいきましょうか。さあ、頑張るぞー。あと2つ。目標、あと2つです。さあ、行きましょう。おお、嘘だろ。壊れる前に1本来た、もう。ちょっと待って、運良すぎる。あ、イエース、OK です。近所にある。うわ、4つ集まってもたんだけど。どうしよう。こんなんでいいの？いや、もうちょっと、いや、せめてもう少し。ちょっと待って。いや、予想外だって、これ。強すぎん？今回ちょっと強すぎん？いや、全然まだ掘ってないから、これ。予定では、ね、この石のつるはしさ。もう、うわ、全部、もう5本も壊れてよ。もう全然1個も出てこねえじゃねえかよ、みたいな。わばみたいな会話をしようと思ってたのに、まあ、そういったトークをしようかなと思ってたのにさ、参ったなこれ。これ、参った。でも守備力勝手と、今みたいなね、溶岩に当たってもだいぶ減りにくくなるから、いや、かなり有利にはなるんだけど、もうちょっと頑張るかこれ。
おお、ちょ、2セット目指すか。ちょ、こんだけ勢いよく出るんだったら、これ2セット目指すわ、これ。にまー。いや、ちょっと次、エンチャント大会もしてきたくなってきた、これ。ちょっと、どうしよう。どうしよう、この運の良さ。あと今これ、しゃがみ移動してんだ、これ。なんでかわかる？気づかずに、なんかマグマの穴みたいなのがあったら嫌だから。ピューって落ちるのよね、これ。もうよし、参ろう。あー、進めるだけ進むぞ。ホリ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 。さあ、ここでターン。おうおう、危ない危ない。ポイントとしてポイント言うよ。下1マス掘るだけで手前で止まってくれる。わかる？今の高等技術わかる？今頭開会してたんだ、危なかった。こう、ここからできたらすぐに1マス掘る。わかった？わかった？こっからタラちゃん来たらクッて掘る。わかった？これだけであなたの安全は守られる。これができるとできんかで、ここの成仏率が変わってくるから。怖い。なんかゴトって落ちることない？大丈夫？怖い。安全に行こう。はい、一応服何もありませんでした。これが普通。えいっ、じゃんじゃん行くぜ。うわわわわわわ、この周りもちょっとで、見とこ。まずオッケー。うーわ、横にもくっついてきた。え、これで2セット分。こうやって2セット分か。マジか。もう1個持ってるから2セット分も。早っ。こんなんで終わっていいんすか。待て、こんな順調でいいのこれ。いや、もっとね、やっぱ残骸掘りってもう苦労知らんとダメよ。こんなに楽なもんじゃないってのをね、じゃあ教えるよ。いや、これ偶然。こんなに、しかも1マス掘りってこんだけいっぱい手に入れてくることはないよ。しかも2個組多い。天才。やっぱ、カズクラ2022、大吉なんかもわからん。おー、わーおここの列2箇所目。ちょっと待って、周りほど。大丈夫な。あ、やっぱブラックストーンの周りなんかあるイメージだよね。念のためね。うん。近くのやつにはない。怖い。才能がある。自分これ才能があるとしか言いようがない。あ、これゴリゴリマグマだ。切り返し。はい、いただきました。ありがとうございます。嘘でしょ。むしろ前半よりいっぱい見つかるようになってる。嘘でしょ。おお、イエス、出てくるんか。やっぱ往復すると出てくるんか。いやー、ありがてえ。いやー、よかった。あと1個で3つ分の装備が作れる。ノリノリだぜ、カズクラこれ。はいっと。いや、とりあえずよ。てれーんと、合計10個。あと1個かな。上に1個分あるんで。いや、でもまだワンチェスト分も掘ってないのにな。参ったな。まだ行く、カズクラさん。男がスタルってもんよ。イエス。これで合計3つ分のものが。てろ、うわ、どうしよう。下手に4つ目に手かけちゃってるよ、これ。どうすんだよ、これ。集める？いや、こういう、2つで終わらせるつもりだったのに。いや、行っちゃうよ。カズクラだもんだって。おぉ、あと、3個 ?3 個だよね。これ、取って。はい、あと2個。はい、近所チェック、ご近所チェック。あったって、ご近所あり。あと1個か。あと1個で合ってるか。いや、ご近所チェックのこの重要さよ。はい、ご近所チェック入りました。めっちゃ持ってるんですけど。ただいま。てれーねんと。あと15個。あと1個だな。掘るぞー。もう21日目や。
何やってんだろ21日まで。100デイズやってるともっといろんなことやってるはずなんだけど、慎重になりすぎている自分がいる。あ、そして記念すべき、まさか30レベルに、デレデレーン、エンチャント早くして、はーいはーい、オッケーでーす。見つかりました、ありがとうございます。うわー、これで4つ分作れるわ。あ、ちょっとご近所さんもちょっと念のため、はい、ご近所チェック終わり、完了。よし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 。いやー、今回すごいことになったぞこれ。まあ、なんだかんだ採掘時間約1時間、いや1時間だけど石つる箸でこれは優秀。はい、今15個分あります。優秀すぎる。よっしゃ、一旦戻るべ。ここに、はいはいはい、瓦礫がありますと。オッケーでしょう。金がちょっと足りんか。はい、ただいまでござーる。では、瓦礫を焼いていきます。まずは、瓦礫を焼き、こっちにマグマ組み用の大釜を設置する。よしよし、これでこれでさらにいっぱい来るで、燃料が。そして、金の原石を拾い、金の原石も焼く。空の空の、どうやって作るんだったっけ。火事台を作り、ペイ。そしてこのネザライのホットの破片を使ってネザライトインゴットを生成する。そしてこれが要、ディアモンドの、違う、ネザライトのチェストプレート、ジャキン。そしてこれも防御力がさらに高く、今は6、高くなるのかな、6から6、ノックバック耐性が作れるか、ジャキンジャキン。そしておしゃれは足元から、これで足元を作り、ジャキン。そして頭に行くかと思いきや、ええ、そうなんです、ダイヤモンドのつるはしにネザライトインゴットを装備して、ジャキーンと完成でございます。いや、頭大事だから、金装備大事だから。はい、というわけでめちゃめちゃ強くなったで、これ。そして意外とたまんのが早い、まあ、このジャキジャキやってる間に1個マグマたまってるよ。もう1個作るべきか、これ。では、ここに鍾乳石ブロックを置いて、えい、マグマを組んで、ジャバ。いや、これでさらにマグマどころがいっぱいになったよ。最後にタラちゃんを、ここに設置して、はい、オッケーでーす。いや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 、だいぶ良くなったんじゃないですか、今回ね。はーい、というわけで本日はこんなとこで終わりたいなと思います。これは杖。あ、なになに、予想が外れた。今回やられるかと思ったら、高評価していいんだぜ。というわけで本日はこんなところで終わりたいなと思います。もうこれで、もうだいぶ、もうやられにくさ、もう挽回なので、カズさんやられないんじゃないか説。はい、もう濃厚なんじゃないのかなと思っております、これ。正直に書いてください。もう一回もやられないんじゃないかと思ったらね、ぜひ高評価よろしくお願いします。というわけで、またお会いいたしましょう。バイバーイ。